コスマスの世界地図、6世紀。コスマスインディコプレウステースは、6世紀のエジプトで活躍した修道士、地理学者。なお、インディコプレウステイスとは、かつて彼がインド洋貿易で活躍した商人であったことから、付けられた通称で、インド航海者という意味である。アレクサンドリア出身で若い頃知性は、アラビア半島からアフリカ東部、インドまでを股にかけた。 貿易商人であったが、後に、キリスト教に、眼下されて、修道士となり、市内半島の修道院を拠点とした。そこで、キリスト教知識を表した。同書は、当時のキリスト教の普及状況や、貿易商人としての知識を活かした各地の物産の、詳細な記事で知られている。彼とその著書は、中世のキリスト教世界では、聖書の記述こそが真実であり、 エルサレムこそが全世界の中心であり、使との皇帝に対処地が存在しない以上大地に裏側はなく、地球を球体だとする古代イギリシアからの考えを邪悪異端であるとし、科学と称して神の教えを否定する人間は最後の審判で地獄行きであるという考えが真実であるとして広く支持されたという歴史観の根拠としてよく取り上げられていた。しかし彼の思想は、 当時においても時代に逆行するものであり、以下に述べるように、中世ヨーロッパで地球平面説が支持されたというのは誤りである。宇宙の理論的モデル世界の模式図、キリスト教智史より、キリスト教智史の大きな特徴は、大地は平らで、天はカーブした蓋を持つというコスマスの世界観にある。彼は、クラウディオスプトレマヨスらの大地は休憩だという説を、軽蔑していた。 本書におけるコスマスの狙いは、キリスト教以前の地学者たちは、大地がマリーと考えた点にあることを示し、実際には世界は幕屋の形をしていることを証明することにあった。しかし、彼の世界が平らだという説は、紀元前3世紀以降の西洋の教養人の間ではごく少数の人のみが支持する観点に過ぎなかった。 コスマスの説は、キリスト教徒の間でも支持を得ることはなかった。少し後の時代のキリスト教徒であるヨハネス・ピロポノスも、彼の説に反対しており、これが、当時のキリスト教哲学者の大勢の味方であった、デイビッド・シー・リンドバークが次のように主張している、コスマスは、ビュザンティオンで影響力を持つことはなかった。だが、すべての中世の人々が、 地球は平らだと信じていたという主張をこじつけるために一般的に利用されているという点で彼は現代の私たちにとって重要である。この種の主張は完全に間違っている。実際にはコスマスは地球平面接を指示したことで知られる一人の中世、ヨーロッパ人に過ぎず、水府や旅行家だけでなく、教育を受けたすべての西洋人は地球がマリーと考えていた。 宇宙論以外では、コスマスは滅びてしまった世界への興味深く、信頼できる導き手として知られる。当時イエメンに存在したユダヤ人王国にアクスムの王が遠征を仕掛けたのに彼は居合わせた。アクスムの王の要請を受けて、モニアメントム・アジェラタナムのような現存しない碑文を記録している。ラッセル、ジェフリー・ビー、ザ・ミス・オブ・ザ・フラット・アース。 アメリカンサイエンティフィックアフィリエーション2007年3月14日、閲覧。インスイクロープディアブリタニカ2008大江戸コスメスインディコプラステスリンドベルイザ・ビギニングス・オブ・エスタン・サイエンス 600BC2AD1450P161 ありがとうございます。